図中の紫色の線が実験線エムスランド実験線の軌道展示されている TR レゴ分岐器エムスランド実験線はドイツのエムスランドにあるかつて開発されていた磁気浮上式鉄道であるトランスラピットの実験線であるドーパンとラー転換に単線の軌道が付設されている両端は環状になっている軌道は硬化式になっている 全長 31.8km である。時事有料で乗客を乗せる。最高時速 420km で走行する。運行はコンピュータで管理されている。1980年に建設が開始され1987年に完成した。この実験線での成果は、上海トランスラピットに役立てられた。 エムスランド試験線は現時点において世界最長の磁気浮上式鉄道の試験線であると考えられる。大半が単線の効果で南北の両端がループ状になっている。全長12マイルの直線部は最高速度時速 450km で走行できる。南ループの曲線部の半径は約 1000m で、北ループの半径は約 1690m である。 曲線部は内側に12度カントがある。地上部には整備施設やビジターセンターが設置されている。エムスランド試験線はドイツ連邦教育研究省の予算で1980年から1987年までかけて2段階で建設された。1978年に磁気浮上式鉄道の実物大の試験施設を建設することが決定された。 1979年の半ばに初期の計画案が立案された。選定産業中に使用が選ばれ、傾斜、曲線、分岐を含む軌道の本質部分のすべての予算が含まれた。以前、1970年代に車輪式の交通機関の試験を行うダノーリードの国立輸送技術現施設に建設が計画されたが、失敗した。 建設は1980年6月に開始され、第1段階において試験線を備えた試験センターは、まだ、エムスランド側の北ループが工事中だった。最初の 12km の区間の建設費は4億2200万、ルクかかったと推定される。それらの中で6000万マルクは車両の値段だった。1983年半ばに、第2段階の建設が開始された。 1983年6月にトランスラピット06による部分的に完成した試験施設で最初、1983年10月末には初めてトランスラピットが公式に浮上した。以前は16個の車輪で軌道上を走行する全長18.5メートルの試験車だった。 これは最高速度時速5 0トルで積雪が最大5 5トルの区間内でも走行した。1984年5月16日にトランスラピッド06は時速2 0 5トルの記録を樹立し、初めて時速2 0 0トルを超えた。1984年8月16日には時速2 5 7トル17日には 時速2 5 7トル1 0月17日には時速3 0 2トルの試験施設内での記録を樹立した2006年に観光客が乗ったトランスラビットが時速2 0 0トルで作業車両に衝突し23人が死亡した2007年4月に新しいトランスラビット09の産業が製造された2008年7月に 最初の試験が行われ2009年5月末に乗客を輸送する許可が下りた。トランスラピット衝突死亡事故の結果、約60人の従業員の約2、3が2007年9月から2008年1月の間、実労働時間雇用になった。2007年12月に運営会社は、ニーダーザック先週道路交通局に運営権の更新を要請した。しかし、 開発が2011年に終了したことから、実験線は2014年に取り壊されることになった。ありがとうございます。